でも今ね、みんなあれなんだよ。YouTube ってマジで今ね、なんて言うんですか、キッズチャンネル向け、キッズ向けがやっぱね、すごい伸びるのよ、今って。マインクラフトもすごい今、キッズ向けが流行ってんの、今。これはね、ガチなんですよ。でも無理やん、それはって。ラッター AV じゃんって。は？ それは語弊あるだろ。なあ。俺は AV じゃねえよ、別に。意味変わってくるだろ。俺の裸出てるみたいな言い方だわ、それは。ビレバンに認定された男。いやー、なんか悔しいんすよ、やっぱ。でも、悔しい気持ちもあるよね、正直。わ、なんでこれ、俺のチャンネルより人気なんやねん、みたいな。絶対俺の方が動画、おもろいんやけどなー、みたいな。いや、例えば、じゃ、はダメだよ。例えばはダメ。例えばはダメなの、ダメなのよ。な。そういう、具体的に言うとちょっとやばいから。カデコリが違う。いや、これは嫉妬ですね、これは。まごうことなき。嫉妬の塊。やー、なんでやろうなー。なんで子供たちって、子供たちってさ、いや、わかんない。なんでだろう。なんでそんなに。見てるんだろう。時代？少子高齢化なんだから上の世代を狙っていけ。いや、かといって別に俺っておじいさんおばあさん世代には別に 別に多分ヒットしないだろうし、もうちょっと下げるか。かといってパパママ世代も多分嫌いだと思うんだよね、俺のこと。どっちかというと。ってなると、別に俺の視聴者さんって大学生とか、20代前半とかだと思うんだけど、そこの層も別に少子高齢化っていうやつに当てるなら、低い、少ないって言われている方なのではないか？ ん、難しいとこにいるね、俺って。ママがラッター嫌いって言ってた。聞いたぜ。心に。ありがとう、本当に。ためになったわ。まあまあ。
ド直球。ド直球だわ、マジで。でも俺らは好きじゃんって。あ、ありがとうございます。うわー、暗い話したからマイクが落ちたー。ああ、クラッシュしたー。俺の心と共にクラッシュしたわ。